ザ・アイダレム・スター・ライブ・イン・スロットは2012年7月に発売されたサミーのパチスロ機である。交通協における形式名はアイドルマスター・ライブ・イン・スロット Z。筐体 XBOX360 版ザ・アイドルマスターをモチーフとしたパチスロ機で原作の特徴であるアイドルをプロデュースするというゲーム性を携帯連動機能のマイスローを使用することで再現している。 マイスローを使用することで通常から後中に至るまで選択したアイドルでプレイカスタムが可能になる。カスタムパターンはパチスロ史上最大となる約5000億通り。ボーナス合成確率は設定1で約1、149、設定6で約1、124と当たりやすくなっている。同色7揃い、348枚を超える。 払い出しで終了。ボーナス消化中に、バーズ柄が揃えば、アートストックが確定する。異色7揃い、252枚を超える払い出し、または、レギュラーボーナス当選で終了。アートストック抽選は各、ゲームごとに行われる。またボーナス消化中は、レギュラーボーナスの抽選も行われていて、レギュラーボーナス成立時はフリーズが発生する。7から7バー揃い。 8ゲームで終了。アート中以外に成立したレギュラーボーナスはオーディションボーナスとなり、各ゲームで6択の推し順等手に挑戦する。推し順正解で15枚、不正解で2枚の払い出しとなる。ボーナス終了時の結果が、下記の場合アートストックが確定し、これ以外の場合は推し順の正解数に応じて抽選を行う。 アート中に成立したレギュラーボーナスはエクストラライブボーナスとなり全ゲームで推し順ナビが発生するため必ず104枚獲得できアートストックを1個獲得するただしアートストック抽選はベル以外の省略が成立した時のみとなる1セット30ゲーム順増0.8枚の乾燥型アートを搭載したパチスロバンライトミドルスペックとなっているまた ごく稀にストックはのせとなる、バー揃いが1、1.5で成立する20ゲームのアート、マスターラッシュもある。本作は、Xbox 360版がベースとなっているため、登場キャラクターのデザインなどもそれに準じている。そのため社長は、初代の高木淳一郎となっており、ガナハ卿、四条清とは登場しない。ただし、萩原幸夫の声は、2以降の朝倉安美となっている。 本作では、マイスローすることでキャラクターを選択することができ、通常時、ボーナス中は選択したキャラ専用の演出となり、アート中では衣装や楽曲をカスタムした状態で遊戯が可能、また各キャラクター専用のエンディングも用意されている。カスタムは携帯電話、スマートフォンか、パチスロ機内のどちらでもできるようになっている。ありがとうございます。